まあ、ケンとヤサだって踊ってなかったらただのおっさんなんじゃけど。ああ、ただの。ヒゲも濃くなってきたし。ヤサで言ったらちょっと動ける、ちょっとガタイのいいおっさんなんじゃけど。ケンで言ったらなんかプロレスラーみたいなおっさんなんじゃけど。プロレスラー。でもね、最近それはね、ちょっと褒め言葉なんかなって受け取れるようになってきた。プロレスラー。お前ポジティブいい加減にしとけよ、マジで。いやでも逆になんか才能っていうあるよね、それも。何やガバッと いけるみたいな。いや、そういう意味じゃないよ。太れる才能ってあるやん。ただたくさん食べてたくさん寝れる才能って混ぜたのは健康体って。まあでも 100キロ超えたら才能やろ。いや、そうそうって言うやんか。って言うやん。超えてないだろ、別に。中途半端なのよ、ケンさん。そうなんですよね。身長も別にめちゃくちゃ低いわけじゃないし、俺みたいにチビっていうジャンルではないしね、ちょっと。チビは、うん、黙れ。うん、でも身長いつぐらいに止まった？俺中3ぐらいかな、多分。小6ぐらいやと思う。中3早いもん。俺多分中3めっちゃ早い。中3ぐらいだもん。俺中3で168になって、そっからずっと伸びずまんまやん。俺中学校に入った当初だって身長中真ん中ぐらいやったもん。だからもうあの多分この身長で中学校入ったっていう記憶がある。こんなかったらヤスが一番でかいってこと。157ぐらいだっけ ?8 ぐらい。お前ぶち殴るぞ、160ある。お前このくだり何回やったマジで。いや、このくだりもう飽きたって。161じゃ言うとん。しかも俺 161.9 じゃけさ、162じゃ言うとんよ、ほぼ。あそこ見え張って池の目中みたいになりそうやね。違う見え張ってとか言われるけん、最初に 161.9 って言ったけど、お前らがうるさいけん160って言うにしたんじゃろうが。ああ、そうか。うん、記者誤入してね。したらしまいには160なかったよね、慎吾くんとか。お前大嫌い言い始めたん、次は。俺そんなこと言ったかな。言ったお前何回も言ったで、お前あのイベントの時とかに。大輝と俺が一緒ぐらいやんな、多分。そうね、おそらく。うん、大体そんなもんな。で、岡村隆史がおるやろ。え岡村隆史がちっちゃい踊れる岡村隆史が誰に言うとんの。だけどその辺の部類になるんじゃない。いやいや、岡村隆史より5センチでかい俺の方が。あ、そっか。けど踊れるは一緒やね。ちっちゃくて踊れる。ジャンルはな、ジャンルがちょっと近いの、うん、系統は、うん、ヤスなんやねんじゃん。ヤスはただのテクノボーや。うん、俺がすげえトーテムポールが出てきたわ。そんなでかくないじゃん、でも安も言う。あ、俺もでかいわけじゃないけどね。俺は170はあるやろ。あるよ、ある。170はある。ほら。え、安と優勢が173とか4じゃなかったっけ？175ないぐらいじゃない？